出すようになるためである。すなわちキリストとその復活の力とを知り、その苦難に預かってその死の様と等しくなり、何とかして死因のうちからの復活に達したいのである。パウロとテモテからフィリピ人への手紙第3章を9節以下。主よ我を you